おうちで土曜学習。はい、次に、シングルリードというリードを使った楽器です。ここに、クライネットのリードを用意しましたが、近くに寄せてみましょうか。どうですか、こんな風な形になってます。つまり本当にペラッと、まあ強いて言えばアイスのヘラみたいなもんですけども、よりはもちろん薄いです。はい、これを実際楽器につけて吹くと、こんな音がするんですね。それがまあ代表的な楽器がクライネットなんですけども、どうぞセンターでちょっと吹いてみてください。はい、ありがとうございました。で、クラリネットというのはどんな風に音を出してるかなんですけども、今からちょっと解説をしていきたいと思います。まずちょっとクラリネットの、マウスピースだけを外してもらっていいですか。はい、楽器はここに置いていいです。はい、ちょっとマウスピースを見せてあげてください。そのそばで、まずは、はいはい、見えますか。はい、こんな風に黒いのにさっきつけたこのリードっていうのがついてるんですね。それでこの黒いのをマウスピースというんですが、そのマウスピースをちょっとこうやって見せてあげましょうか。はい、これをマウスピースをこう向けて、はい、隙間が空いてるの分かりますか。マウスピースと、リードの間に、この隙間に息が入ることでこのリードが振動して音が出る仕組みがクライネット、つまりシングルリード。これはサックスフォーンとかって名前聞いたことあるかもしれませんが、もう同じなんですけども、音を、はい、が出る仕組みになってるんですね。ちなみにマウスピースだけでちょっと吹いてあげてもらえますか。ここに、入って、はい、マウスピースだけでも音が出るんです。つまり1枚のリードがこういうふうに振動して、はい、音が出る仕組みになっているのがクラリネットです。はい、クラリネットの音の出る仕組みなんですけども、一番左側これですね、これがリード、先ほどお見せしたものです。そしてこれがマウスピース、ちょっとマウスピースお借りします。わかりますか、ここに穴が開いてるんですね、こんな風になって。はい、マウスピース、そしてこれがリガチャーというリードとマウスピースを止めておく、道具ですね、になります。ではこれをちょっと組み立ててもらっていいですか。はい、はい、はい、これで、音が出る仕組みになりますね。もう一回音出してもらっていいですかね。はい、はい、じゃあちょっとお姉さんに音を出してもらいましょう。はい、はい、こうやってここの間に息が入ることで、リードが振動して音が出るということになります。いろいろ考えたんですけど、例えば皆さんこういう透明なプラスチックの板ありますよね。この板をこのリードみたいに切ってもらって、何かにつけて音を出してみてもいいかもしれませんが、その代用になるものが非常に難しく、なかなかなかったんですけども、リードの振動する、仕組みというのがこういうものを使って、出すこともできると思うので、皆さんもしなんかうまいものがあったらちょっと利用して出してみてもいいかもしれません。